はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、みのけんじです。さあ本日の動画はスイッチ版ダービースタリオンで新たなバグを発見したので、そちらの、ね、紹介をしていきたいと思います。なおこのバグに関しては、まあ今のところどういう影響があるのかっていうのはまだちょっと分かってないっていうものですね。でどういうバグか、まず再現をしてみましょう。でこれは種付けの時のバグなんですけれども、条件、まず第一条件があります。第一条件は自家生産で作った種ボバ、それが1頭以上いる時のみにできるものだと思います。まあ今1頭しかいない、2頭3頭いている場合はどうなるかはちょっとね確認できてないのでわからないんですけれども、1頭いる場合は必ずできるようなバグになってます。再現率は 100% ですね。ではどういうふうな感じにやっていくかっていうものをお見せしましょう。でまず種付けで、まあ一覧が出ますよね。で、そして、ここの場合に、A を押し、まず1回押して、で、血統表ですね。血統表を見ます。で、この時に、もう一度 Y を押して、これなぜか確認できるんですね。クロスの数が。他の馬だと、確認はできないんですよね。クロスっていうのが。でもなぜか、この、自分で生産した種ボバの場合はなぜかクロスが確認できるんですよね。でこれでクロスを確認できたら、この状態で下の十字キーのボタンを押していって、でこの状態でもちろん Y を押すとなぜかクロスの確認ができるようになってます。でこの時に、まあこれフランケルなんですけれども、フランケル種付けする場合ってお金かからないんですよ、本当はね。でなぜかね、お金かかるようになったんですよね。これがまあ最初にこのバグを発見したまあ要因なんですけれども、フランケル来た時に、あフランケル来た、早速種付けしようと思って、こんな感じ、まあ普通に種付けしたと思ってたらなぜかお金かかったんですよ、あれと思って。でそれなんかおかしいなと思って、でよくよく確認してみたら、なんとよく見てください、なぜかガリレオが種付けされてるっていうおかしな現象が発生してるんですよね。でおそらくこれは種ボバ、自家生産の種ボバがいる時にのみ発生するバグなんじゃないかなと思います。1台前の種ボバがなぜか種付けされるっていうものになってます。でこの現象を発見したときに、まあ、まずこれどういうふうな現象になってるかっていうのを確認して、こういうふうなことで再現できるなっていうのは確認したんですけれども、でそれでサンデーサイレンスとかトニービンブライアンズタイムとか、今収録されてない種ボバをもしかしたら種付けできるんじゃねえかっていうことに思い立って、ちょっとやってみたんですけれども、それはちょっとできなかったですね。あくまでも今この今作で収録されてる馬が種付けできるようになってます。ただし一部除きますね。実は収録されてない馬も一部だけ種付けできるようになってます。でそちらなんですけれども、まあ一覧一応確認したんですけれども、まあまだ全部確認できてないんで、これが全てではないと思うんですけれども、アルデバラン2とウォーエンブレム、オペラハウス、サクラ爆心王、藤木石、ロドリゴ、デトリアーノ、この6種類がなぜか収録されてないのにもかかわらず種付けできるようになってます。あくまでもこのバグを利用してっていうことですけれどもね。ではそれをちょっとやってみましょう。でさっきと同じように種付け、まず一覧を出して、でこの画面で血統表っていうのをまず出して、クロスをこの画面ですね、この画面を表示したいから、まあこのコメントは確認する必要はないんですけれども、まあ一応確認をしておいて、でまあこのオペラハウス、まあ庭園オペラオとかダノン55とかね、まあその辺の今収録されてない父、まあスーパーホーネットの父ロドリゴ・デトリアーノとかね、まああとそうですね、ちょっとあれですね、桜爆心王でもつけてみますか。桜爆心王を落ちしてますが湘南カンプなんで、でこちら普通だとクロスの確認こういう言葉が出ないんですけれども、最初に自分の種ボバ、自家生産馬を
したシュボバの時に確認すればこの配このこねコメントが出るんですよね。これでなぜか種付けできるようになってます。でそして確認をすると桜爆心王がなぜか種付けされてると。でこれ一応受胎するかどうかも確認してるんで受胎も確認してますね。ただその後受胎して生まれてまあ普通に走ってどういう風な能力になるかっていうのは不明ですね。まあ例えばあとちなみにこの仮想配合の場合はこれはできないようになってます。でまあ同じようにこの場合で確認をしてなんですけれどもこの場合だとこの場合 Y を押してもクロスの確認ができないようになってます。同じようにランケルとかこれでやっててもねできないですね。あくまでも種付け時のみ確認できるようになってます。でまあさっきとまあ同じ条件でもう一回ちょっとやってみましょうか。ではちょっとねもう一度再現してみましょうか。まず第一ステップとしては自分で生産したシュボバの画面に行ってで血統表を確認してでクロスこの画面ですねこの画面を確認してまあ一応コメントまあ見ても見なくても変わらないんですけれどもでこの画面から下に移動して普通だとクロスの確認ができないんですけどできるようになってます。このクロスの確認ができるのみがまあ種付けできるものになってますね。なんでまあジャイアンツフォーズウェイとかコーンウエストデインヒルこの辺は種付けできないようになってますね。あくまでもできるのはクロスの確認できる。だからねこのディープインパクトの時にバイオを押してもこれ確認できないようになってます。なんでサンデーサイレンスは種付けできないよと。でまあこのまあ利点っていうかねまあそこまで大きな利点はないんですけれども例えば結構大きいなと思うのが父親がガリレオの時ですね。ケープブランコ普通に種付けできるんですけれどもガリレオって普通だとまあ検疫所を作ってからガリレオを種付けできるようにするまで結構時間かまあお金もかかるんですけれどもこの技が使えるようになるとケープブランクを種付けしようとしてガリレオが種付けできるっていうちょっと荒技ができるようになるっていうことですね。まあこのまあガリレオの能力で種付けできてるかっていうとちょっとわからないバグなんであくまでもケープブランコのシュボバ能力で血統表だけがガリレオになるっていうことかもしれません。まあこれ結構ガリレオになったら大きいですよね。まあ牝馬になった時に1台前のシュボバで種付けできるんでクロスが変わるんでまあそうなると結構まあ使えるバグというかまあこれがいいのかどうかっていうのは分かんないですね。しかもあれですね自分が自家生産したシュボバがいないとできないバグなんで。でちなみに1回これ画面戻っちゃうとできないようになってます。でもう1回やりたい時はまあここの画面に戻ってからでまあ確認すると。まあ、例えば、絆を種付けしようとして、まあ、この画面で出ると、これは凝った配合、配合が凝ってますねっていうふうに出るんですけれども、一回これ戻っていって、で、まあ、血統表を見て、しようと、またできない、なるっていう、まあ、リセットされるっていうような感じですね。で、実際にディープインパクトを種付けしたとき、これは配合凝ってますねっていうふうになるんで、配合評価は、1台前のものに変わるっていうことになってます。ただし能力は不明っていう感じですね。まあワンチャンサンデーサイレンスとかつけれるんじゃねえかと思ってこのバグ発見した時はですねそしたら結構有用なまあバグかなと思ったんだけれどもまあ基本的には今作収録されているものと一部の例外を除いた馬のみがまあこの、まあ、ちょっとバグなんですけれども利用することができるっていうものになってます。まあめちゃめちゃ有用なバグではないですしねそもそも
自家製サンマのシボバがいないとできないようになってますしね。そこまで有用なものではないんで、まあ使えるよっていうのは覚えておくぐらいでまあいいんじゃないかなと思います。まあそのうち多分これ修正されると思うんですけれどもね。まあ発見したのもめちゃめちゃ偶然ですしね。まあそれどうやって、あれこれなんでこれガリレオついてんのかなと思って、でちょっといろいろやり方いろいろ調べていったらこういう風なやり方だったっていう感じですね。でこれ再現率 100% です。この画面にしてやればまあ種付けできるシボバだったら 100% 1台前のものになりますね。これは確認済みです。まあちょっとした面白い小技みたい、小技ではないな、バグを利用した1台前の種付けするっていうことができるようになる。まあただしサンデーサイレンスがそういうものは除くっていう感じになってます。まあ例えば有用な使い方としてはまだ来てない外国産のシボバがいなくて、でかつ自家生産したシボバがいるっていうことになれば、まあちょっとは使えるかなっていう感じですね。まああくまでも血統表が1台前のものになるっていうものだったと思うんで、能力は多分種付けしたものなんじゃないかなと思いますね。まあ例えば絆を種付けすると絆の能力でディープインパクトが種付けされたみたいな感じになるのかな。血統表がディープインパクトが父になるっていう感じになるんじゃないかなと思います。まあ確認しないで分かんないんですけれどもね。でこのバグを利用してまあ作ったデータがどうなるかっていうのはまあ全くの不明ですね。まあ最悪スイッチが壊れたりとかっていうこともまあもしかしたらあるかもしれないんで、まあやらない方がいいとは思うんですけれども、まあできるぐらいまあ ただのバグなんで、まあこういうことができるよっていうような知識として覚えておくぐらいでまあいいんじゃないかなと思います。そこまでめちゃめちゃ有用なっていうわけでもないですし、まあできる条件も限られてくるんでね。そもそも自家製サンバのシボバがいないとできないバグなんで、まあそこまで深刻なバグでもないですし、まあそのうち治るかなっていうふうなものだと思います。はい、それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価などよろしくお願いいたします。あとブログもやってるのでね、そちらもよろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。